サダナル新納ヒリシ昭和2年10月24日は、伏見宮サダナル新納の日、アリス川の宮高人新王の四女で、母は家女房、森のり子。安政5年5月21日、京都にて誕生した。ご七夜の儀で、七宮から美濃ルグイ氏の称号となを与えられる。28日に、江奈が今宮大臣本社に収められる。 文久三年三月三日、おぐしおけ、おいろしの儀が行われる。同年十月二日、終わり藩主、徳川義則と婚約。源氏元年三月二十八日、ご基礎、ご着古の儀が行われる。慶応四年八月二十六日に、聖五石下に除され、同月二十七日に、京都御所で行われた、明治天皇即位令において、羽む光子と共に、 長明部を務めた。翌明治5年、父宮と共に東京へ移住。明治8年11月26日、婚約者の徳川義則が病没する。効果がなくなったため、義則の父、徳川義勝から鏡持に入れられた金2000円を増進される。その後、李氏女王は父宮隆人親王と共に、義則の墓前に花を手向けた。 明治9年3月31日に、伏見宮定なる新納との縁組がまとまり、同年4月8日に直居される。同年9月2日に、納祭の儀を取り行った後、9月24日に、日枝神社、深川八幡宮を、10月2日に、平川天神を参拝した。同年10月6日に結婚し、翌7日に、夫妻で参拝した。定なる新納との間には、 明治13年3月18日に、国吉王を、翌明治14年10月6日に、秋の利王の二男を産んだ。なお、定なる親王は、側室との間に一男一女がある。しかし、秋の利王は、明治16年2月6日に皇居した。秋の利王が幼くして溶接したことは、理女王に深い悲しみを与え、以来、憂鬱に沈みたまえし状態だった。 日露戦争の際には、悪徳業者の不正行為のために、兵士たちの休暇中の宿泊先が粗末であることを知り、宮邸に70名余りを宿泊させ、李氏女王自身も、兵士たちをもてなしたやがて、国吉王も、夫人の病となると、李氏女王は、心痛によって、脳の病を発症し、公の場に姿を見せることもできなくなった。大正12年2月4日に、 定なる親王が皇居。李氏女王は大正14年に清井町の伏見宮邸を出て、以降は豊玉郡中野町の中野別邸に陰性する。神武神園に肺炎を併発して高熱が続き、昭和2年10月24日午後7時45分に皇居した。11月2日に連想の儀が豊島岡墓地で執り行われた。撮影時期不明教養豊かな女性で、 書や和歌を得意としただけでなく、創曲、三味線、華道、茶道を足しなんでいた。また、手工芸を最も好み、作品を側近らにも貸ししていた。ありがとうございます。